お待たせどうも、トランジット、原残です。そして、トランジット、新田です。よろしくお願いします。さあ、始まりました。トランジットのどこでもラウンジでございます。はい、今日はちょっと小さめの、うん、ふざけんじゃねっていう、おおこれはガチ切れではないんですけど、で、切れる系統じゃないんですけども、先週皆さん聞いていただきましたかあの、ゆかりさんのハレルヤチャンス、すさまじい回に僕の誕生日でしたけど、なりましたけども、そのゆかりさんにまつわるやつで、まあ まあ、ゆかりさんの、その、なんていうんですかね、その、愛情とか、気持ちが、あの、入りすぎてという話なんですけども、あの、僕んち、あのー、チワマルという、研修の、はいはい、チワワとマルチーズのミックス、うん、ガジュマルという、えー、ワンちゃんを飼ってるんですけども、チワマル。ワのガジュマル。です。はい、えー、という、飼ってるんですけども、えー、まず、ガジュって僕ら呼んでるんですけど、うん、ガジュの体重、最近血液検査行ったら、7.25キロあったらしいんですよ。<う>で、これって、 あの先生からは肥満とはあえて言われませんでしたが食事見直しますって LINE が来たんですよ僕え母さんからで日頃お母さんええお食事定期的な食事以外にもあの例えばあのスモークチキンとか自分たちで何か作ってあげてるんですよガジュにでも実家に帰るためにもそうやりすぎやけんって言うんですけどもいや控えるようにしとるとは言うんですけども7 2 5キロあるこれって重い とか軽いとかってあんまイメージないでしょ。うん、あんまり想像つかんかこれがどれくらいほどかっていうのを、まず言っていいですか、うんうん、まず、チワマルの平均体重 2. 2>、うん、うん、2.8です。<laughs> マジでマジです。えっ、ー、と、大きさが22.5センチで、2.8キロ。約3キロぐらいが平均と言われており。3倍じゃん。はい。で、<laughs> チワマルは世界一小さなチワワと小型犬の中でも小さめなマルチーズとのミックスなので小柄で体重が軽いだけでなく骨格が華奢で足が遅いという特徴がありますチワマルの政犬でも2キロから4キロ <laughs> 何してんのマジで <laughs> いやそう <laughs> え親何してんの食わせすぎってでもね 見た目は全然太ってなないいんですよいやそうかかかかる分かる分かる、うん、なんか健康体というかねで,でお,お母さん、えっと、お父さんが2 5キロぐらいで、うん、お母さんが3キロぐらいなのよ、うん、でガチ7 2 5キロあるん <laughs> えそのよえのもうそのど,どうやったらっていうでもやっぱその俺も知ってるから分かるけど小型犬にしては確かにでかいなそうだよ中型犬と小型犬の間ぐらいそうマジでそうだ確かにチワワとマルチーズって考えた時そう 太ってるわチワワとマルチーズどっちもしかも似てないだからチけど店にいたらちゃんとチワワなのよでこれ骨格がキャシャで骨格がキャシャで足が細いって言うけど、うん、足ガッチして手足でかくて骨格ゴリゴリなのもう筋肉隆々でえ誰が育てたんっていうその <laughs> その多分チワワ以外も<え>多分チワワに。 あのボクサー犬とかが混ざってる多分 <laughs> そ一瞬そのオオカミに育てられた時期とかあるある可能性あるしかしだから多分ハントしてた可能性ある自分が森で。<laughs> ガジュマルいや確かにね小型犬さい時僕よく会ってたんですよガジュマルが小さい時にあなたとちょうど住んでたからよくガジュマルが来てて、うん、その時と比べたらマジ今45倍四五倍あるもんね当時はチワ丸ルの顔だったんですよちょっと潰れてて愛いでチワワのきゃしゃな感じ、うん、ああもうこれ以上大きくならんでねっつったらほんとマジ5倍ぐらいなんですよて 8キロ弱あるってことでしよ。まあそうよね。えぐいって。まあ今も、まあまあ健康ならいいんやけどね。ねめちゃくちゃ健康なんですよ。<ー>で、めっちゃ空死で、散歩もめっちゃするんですよ。うん、だから元気は元気で、あとよく寝る。う<ー>だからだと思うけど。なるほど。もう寝る子は育つ。<laughs> そうそうで、その、ゆかりからのラインが7.25キロありますみたいな。 言ったらあの妹があのグループラインに、うん、一体全体誰なんで,そうそうで俺が新種じゃないって送ったんですよ、うん、千和丸とかでもねもう新種じゃないってしたらあの母さんが「まあ可愛いからいいけどね」<laughs> 全部をなしにする、うん、いや家族で幸せな LINE すな

まあやってても多分入んないと思うんです <laughs> いや<ー>、はいいいいねいいですねじゃあ母さんちょっと食事制限よろしくお願いしますということでちっちゃふざけんじゃねえちっちゃふざけんじゃねえよいかせていただきましたですねじゃあ今日はそれからスタートしていきましょう KOR トランジットのどこでもラウンジ KOR トランジットのどこでもラウンジ 皆様こんばんはこんばんはえたがね怒っておりましたがはい僕ら募集してたじゃないですかはいはいはい皆さんの座んじゃねえよああしてますねこれ届いてるんです嬉しい毎週毎週これから待ってますよまあ新に聞いてほしいというねハブスピングルさん私の彼のことなのですがちっとも私が話した話を覚えてなくてとぼけていますはい最初のうちはあれ くらいに思っていたのですが、はい、何を話しても、そうやったっけっていうので、<laughs> 腹が立ちます。まあね。友人に相談したら、話にオチがないから忘れちゃうんじゃないとか、<え>ハードル高いこと言ってくるし、彼と話していてもどうせ忘れるんやろうなと気持ちが入らず、だらだら話してしまいます。はいえー、面白くなくても、話したらダメなのですか、はい、腹立ちます。わ <laughs> かるよ だから正直ね、その話に落ちがないって、特に僕らが芸人してるから、僕たちと話す時によくその友達とかが、そのごめん、話に落ちなかったねとか、話に落ちちゃった方がいいよねとか言うんですけど、関係ないですよ、日常トークで話に落ちなんて。いや、こっちがね、構えちゃうからね。そう、ないし、俺らも別に落ちなんて毎回毎回、<ー>感情だけで話すこともあるし、<ー>彼氏、ふざけんなよ、マジで。だか彼女がいることは当たり前だと思ってんだよ。 突如いなくなってそれすらも話してくれる人もいなくなったらどうするのってことなるあれそうやったっけって言える相手がいなくなるよっていうあれそうやったっけあれそうやつたっけこれ9文字を喋れる幸せ、うん、これまず感じた方がいいね <laughs> そうやったっけって言える相手がいるというでもうカノルさんハブスピングルさん <laughs> ハブスピングルさんハブスピングルさん、はい、もうあの証拠動画撮っときましょう こう話しつつ。もうで、分<あ>かった、聞いたねって、運、うん、をもう取っときましょう。で、見せるという。そういう、なんか、強制をやっていかないと。歯もそうでしょなんか、無理やり、でも、ガチャって器具をはめてやらないと。その人にも器具ははめないと。動画という器具を。<laughs> 強制ギプスをつけるそういうことですよ。そう人間っつうのはね、その何、二十何歳とかになってくると、もう三十歳とかになると、うん、もう三つ子の魂100まで,で、もうやってきたって変わんないんですよ。もう、癖 <laughs> っていうのは強制的に直さないと。うん 痛みや苦しみを伴いつつ治してあげましょう <laughs> ふざけんじゃねえ彼れ友人も鬼やけどな <laughs> そう、ね、話のおじがないから忘れちゃうんじゃないとかいうアドバイスする <laughs> <laughs> 友人が思ってる鬼 <laughs> いやでもありがとうございますサブスピングルさんはい、はい、続いてもう一個来てますあらありがとうございます、えー、先日姉と買い物に出かけた時のことですが、はいえー、チャラめな男性に声をかけられました<う>内容はよく分からなかったのですが どちらかのお店を進めてきましたほ<う>私は基本クールに「結構です」と断りさっと通り過ぎていくことにしてるのですが私の姉が男性に声かけられて舞い上がったんか知らんけど立ち止まってしまったんです「<laughs> はあ、はい?」とここで一怒り「はい、私は姉のところまで引き返し時間ないのですんません」と言いました、はい、そしたら姉が「何かあったっけ?」 ととぼけた返答をしてきてきり <laughs> 口裏合わせろよは,いはいはい。そしたらそのチャラ男が「お友達家族?」みたいに姉に聞いて「姉妹です」とか答えてるしもう置いていこうかなとか思ってたところにそのチャラ男が私に向かって「お姉さん妹さんと一緒に来ません?」<laughs> ひー。 ふざけんじゃねえぞ私が妹や <laughs> 結局姉の手を引っ張りその場を立ち去りましたすごく疲れました新田先生どう思いますかふざけんじゃねえよマジでえ<れ>でもキャッチですかこれこれ多分まあキャッチの人なんでしょうねお店のゃなんでだキャッチですよねこれ多分そうでしょうねうわーちょっとそれはなんかあれですねなんか配慮がない言葉ですねキャッチならいやキャッチもそうやしねお姉さんがちょウキウキしちゃったんだ そうやろうな男たタイプやったのかもしれんねもしかしたらねそのチャラ男が、うん、<laughs> そのチャラ男がタイプかもしれんって思った妹さんかわいそうすぎるやろよしかさんちょっとチャラ男がタイプやったのかもねうわ口裏合わせないねでも人いらっしゃいますよねなんかだからやっぱお姉、ね ゃ本当じゃないから何かあったっけって言うてるってことはだから、あのー、よくあるタイプじゃないですか妹の方がしっかり者みたいな<ー>お姉ちゃんの天真爛漫みたいなまああるよね冷静さを持ってるのは実は妹みたいなでもすごいよ三怒りやからねそうねワンエピソードの三怒りワンエピソード三怒りだいぶだいぶ切れてるよいやそうねうヨシカさんはやっぱいつもメールくださるけどやっぱヨシカさんもんそのチャラ男今度だったらそういうことだったら言っといてくださいあのそんなこことやったらどこでもら、うん 話されますよ <laughs> 切れられまますすよよらって <laughs> 横でもラうンジでこれだから新もそのいよ、ね、いやこれはどうしようかな、うん、まあ、まあ、チャラ男もでもそんな悪いことはしてないと思ういやまあだから最後の最後3怒り目はもうチャラ男が悪いですから間違えたという,う,う時代ですかね 時代に切れましょうかすごいこの怒りエピソード時代に切れるんやそうそうそうそれすごいよ時代に矛先を向けることによって俺も責められずに済むしあんま裏言わんけどやりきってよいやまあでもこれは一番切れてるところはでも妹って間違えられたとこでしょう姉ねちゃん。まあそうでしょうねまあチャラ男に切れとこよであ行こうチャラ男にいこうあのね 妹とお姉ちゃんってなんでそんな決めつけたんすか聞けばいいことだしどちらがお姉さんですかとか、見た目で判断するなんてお前、ふざけんなよお前女子傷つくからね、俺の喉も枯れるんだよそれで。あのね、もうちょ考えなさいいい加減にしろほんとに,本当に あの分からんこのコーナーでその絶対言っちゃいかんと思うけどえなんでお前怒っていや違うそれはさ俺の大切なリスナーさんが怒ってることはだって俺らのラジオ楽しく聞いてほしいわけなのにそんなイライラさせることを他のやつが起こすなんてそれはもうリスナーさんにとって不幸でしかないからそれは切させていただきましじゃあいいか出てもねじゃあ今後もじゃあ送っとしですね「ざけんじゃねえよ」はね今日は はい、ヨウシカさん本当に俺怒るんでいつでもマジで送ってきてください、うん、<laughs> 今日はハムスピングルさんとヨウシカさんの よが届いてましたんでありがとうございますありありがとうございます少しでもスッキリしてもらえたらはいまた送ってくださいね皆さんからもお待ちしておりますのでほんとささなことでも新たは合わせられますんでね合わせと俺もう本気で思ってますか俺は怒りが怒りがぶつけますんでねもしふざけんじゃねえよかったらね本当ここでストレス発散してくださいほんとにね送ってくださいありがとうございますマジでメールは以上でございますのでちょっとね僕話したい話がありまして話したい話あのワールドカップ非常に盛り上がってるじゃないですか日本優勝しましたもんね すごいわ12月22日でしょだいぶ先やけどそれに期待しつつですよ歴史的勝利もありましたからドイツスペインとそういやちょうどしかも今この僕らが撮ってる今収録の時はね決勝トーナメント真っ只中なんですはい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 で僕あのまだ終わってないあ今これ現在ってことね現在現在今僕が収録してる日なんですはいその決勝トーナメント真っ只中で今日がだってクロアチア戦ですもんねそうなんですよ で本当にこの間あの営業でしゃかりきさんと一緒だったじゃないですか、はいはい、その時あの光るママの方から、はい、あのサッカーのねトトの話をわれわれ聞いて、はい、めちゃくちゃ盛り上がっ,上がったんですよ いいですねみたいななんか公営ギャンブルみたいなねそうもうそんな感じでまあ勝敗を予想したりとかその点数を予想したりとか勝敗プラス点数みたいなのでちょっとオッズとかが決まるようなトトというのを教えてもらいましていいですねとちょっと面白いかもワールドカップまた盛り上がるやんコンビニで買えるしねそうコンビニでも買えるしネットでも買えるのよっていうので俺ちょっとやってみようと思ってちょうどこの収録名昨日フランス対ポー ポーランドはいいい試合ですね、はい、が12時からありまして、はい、僕はあのフランスのねエムバッペ選手が非常に好きなんですよ僕も大好きですよね本当にかっこいい今現在23歳振動で,ですよもう本当振動でも得点を取りまくってるそのエムバペ選手対ポーランドの英雄レバンドフスキー、はい ここれれのカードだったんでこれ熱いと思って俺ちょっとトトやっちゃおうと思ってあの楽天トトにあのウィナートトっていうのがあるんですけこれがその僕が買ったの一口200円なんですけど僕が買ったこれ思い切ってちょっと言っちゃおうと思ってまずフランスの1点ポーランド0フランス一対 ポーランドゼロの1ロに25口5000円いきましてで次もう一個買ったんですよフランス3点ポーランドゼ3三に25口十五口もうせめて合計1万ですよお金持ってますねもう勝負かけましたそんなことより我々結構苦しい生活してる僕はだから勝負かけたのよこのビギナーズラックとかも信じてそしたらね 本当にそんなことあるっていうことが起きるまさかやけど、うん。これすごいよ。はい。あの今試合始まりました。ね結構そのまあ最初の評判ではそのフランスまあ有利じゃないですか。がめちゃくちゃ有利。はいはいはい。でポーランドの防戦一方じゃないかと予想されてたんですね。はいはいはい 試合始まってみたら、ポーランドがめちゃくちゃ攻めると。で、僕的には、ポーランドが1点入れた時点でアウトなんですよ。だから、もうポーランド、うわ、めっちゃ攻めてるやん。ええちょっとフランス大丈夫と思って、もうキーパーのファインセーブとか、はいはい、もうレバンドブスキーもシュート打つみたいな。でも結局点は入らず、これ、フランスが前半終了間際の30分ぐらいで1点決めたんですよ。はははいはい、はいあの ジルー、フランスのワード、ジルーっていうのが見事なテクニックシュートで、1対0、で、前半終了になりました、この時点で僕、1ゼ0のやつ持ってたんで、終わればいいね、いいこのまま行こうと、で、いざ後半、始まりました、そしたらね、後半の25分ぐらいかな、試合上で25分、エムバペ、右足の強烈なシュート、ゴール、2対0、うわー、もう厳しいかと。 腹の25口が終わったんじゃないかと。はいはい、うわ、やばいって思ってたら、これまた、後半45分。これ、エムバペ、さすがですね。シュート。はい、ゴール。はい、後半45分。はい、ロスタイム5分も出てるとき。エム、はい、バペ3-0。決まりやん、もう。もう、決まりや思って。うわ、すごーいと思って。もう夜中一人興奮してたんですよ。そしたら後半ロスタイム5分。で、本当に、 えー、ロスタイムのもう4分半ぐらいかなはい、はい、5分だった時に、えー、ポーランドがあの攻めてたんですねでポーランドの選手が蹴ったのがちょっとフランスの選手ハンドじゃないでこれがロスタイム4分30秒なんでもうこのもうこのジャッジであのもう決まりですと、ねはいはい、このラストワンプレーになりますねとしたら VAR 判定という。はいはいはい まあね、日本の時もありましたけど v l 判定がありまして、はい、これどっちだとハンドですおもろってなって PK や<よ>んそうあのラストワンプレーが PK なんですねおもろこれ実況が、えー、まあね、えー、フランスが3点取ってますのでまあ勝敗に関わるってこと はいふざけんじゃないよいやいや勝敗にかわることじゃないやんこっちはドキドキしてんだよお前選手お前らのギャンブルどうでもいいね分かってる分かってるそんなもちろん面白い試合そうですよ最高の試合ありがたいでそんだけ盛り上がってもでもやっちゃってるから残しはやっちゃ25口やっちゃってるからエムバペが終了間際に決めてくれてるからもうエムバペ神様レバンドフスキい。フォーランドの英雄これが PK 蹴ります ドラらって走って、シュート打ちます。キーパー、セーブおお、来た来たと思って、はい。よっしゃやっぱ神様は、3-0や見てると思ったら、なんか、レバンドウスキーが、ちょこちょこちょこって歩いて、なんかタイミングずらして PK したせいで、はい。後ろのフランスの選手が、先に入っちゃったんだ。先に前に出たのよ。はいはい。蹴り直し。<laughs> おもろ。 蹴り直しってなって<で>えそれでどういうことってなってえちょっと待って蹴り直しってなって何回よ蹴り直しもう一回、ね、もうほんとその時の俺の感情よはいはいはいそのレバンドフスキーもう一回蹴りますえっ PK 決まりますでしょうね3対1試合しよよえ PP ってなったそれで PP <laughs> ラストワンプレイ <laughs> と思うだからそのギャンブルをするなってことですよ本当にそうなんやそうよそうなんやけど、うん、そのあまり俺ももうしょうがないと思ってたもうこれでももちろんカットめっちゃ嬉しいしはい、はい、俺もガチで予想したしめっちゃかけたけどもうしょうがないと思ったけど 2−0 の時は諦めついてたはい、はい、もうこれはでも面白い試合見させてもらったと思ってたけどサッカーねやっぱそのためにやってるわけじゃないからはい、はい、でもエムバペがさ確かにねソニーアーズもうそう、二アも,も2点目よ もうしんどかっただった PK かいと思ったまあまあだからそういうことですよもうやめなさいって言われてるんですよギャンブルを競艇とかパチンコとか好きじゃないですか好き好きもうさお金もないやつがやるなといや本当そうやねいうことでございますよいや苦しかったねあれはマジで。 いやまあでもすごいやっぱ決勝トーナメントすごい面白い試合だったらまだそのいいというかまだねこう大丈夫やけどもうあれとんでもなかったいやまあでもまあそれで気合いを入れられるのはいいですけどもだからそ5000円とかいっちゃうと悔しさが勝っちゃうでしょだから1000円とかの方がいいんですよ分けてもクーって言える方が 1万だと食うは言えないでしょちょっとこうオッつもねでもちょっと低くてはいはいそうっていうしかもんか俺10と30かけられたら20も買っとくべきやと思うけどねいやそうなんよねだから俺はそういう買い方する派だから3 0 0 0 3 0 0 0くねそうそうまあでも3000も固くはないけどまあでも30003000まあ二だからよかった諦めついたのは2 0ゼロ買っといても切って入ってるからまあまあよかったなとあ3まあでもレバンドフスキーいたら1点入りそうな気はしますけどねそうなのよ完封を予想したということでもフランスやっぱ強え すごいわあのフランスあの今俺ポーランドより原さんが負けたっていう話ですねって言おうとしたけど一緒にしちゃい絶対にいかんと思って危ないコメントやったらマジでお前の負けどうでもいいわお前マジでいいか減しろよマジで分かって金なし芸人のたわごとやと思ってくれへんかいや思い切って勝負したら俺もまあでもまあそうねよくなかったもう本当これからはサッカーをそういう気持ちで見るのやめよう俺今日のじゃあ日本対クロアチア 十三対零勝ってやろうマジで。五万すごい、ね、マジで。どっちどっち？え？日本十三点よ。日本十三点。いやもう結構いくよ俺。何口いく？一口。うわお。全然信じてない。二百円。全然信じてない。<laughs> <laughs> 13対0ながらおっつえぐやろな13対0と,いやとんでもないと思うよ<え>でもあれ面白い結構ねみんなで多分なんかこう宝くじ感覚で買ったりとかするとすごい盛り上がるそ,うそれぞれヒカルさんに俺ら教えてもらった時にヒカルさんがもうね、うん、もう2 0け系顔で楽しそうに俺らで説明してきて、うん、でなんかそれがマックスでってたら8億やったんよねヒカルさんが全部予想したやつが<う>マックス8億っつってあの。 大切そうににジャンバーの内ポケに隠してるんでですよ<う>でパッて隠しながら周り見ながら「やばい俺狙われてない誰かに」って狙わ「狙われてるか!」って言って確定してるわけでもないのに<う>8億で俺はいやそれ8億じゃないでしょってわからんまだ可能性はあるからみたいな感じでで博多駅新幹線帰ってきていく営業から新幹線光さん,ヒカルさんありますか?」?8 億じゃんえっ?」 熱いとらん取らんもうっつってんでんで一回出したんかなと思ったいやでもそのねそういうね公営ギャンブルの楽しみ方もまあ一ついいのかなただかけすぎにはご注意よってそうホンそうです25分間いきなりいくもんじゃない買いすぎにはご注意気をつけてくださいちょっとトトの話をさせていただきましょうはいはいはいキングオブ・レディオトランジットのどこでもラウンジ それちょっと久しぶりに、最後、このコーナーに行きたいと思います。はい。常識、漫画、クイズ。よいしょ。 腹残しのってついてなかったっけ腹残しのついてないですはい常識漫画クイズでございますはいこれなんでねかというとまあでももう漫画はいわゆる今もう常識って言ってもいいぐらいじゃないかとまあまあまあいうので新たにちょっとこうせめて名言ぐらい知ってほしいなと思って名言をクイズにしようと思常識の名言ぐらいは俺も知ってますさ何回も言ってますけどこれそう,そうよね、うん、ただちょっと久しぶりやから、はい、あれから多分新たもちょっと漫画読む機会とかもあって そう、まあ、あるね、その企画で、一巻から十巻まで、大きい漫画を読んだんですけども。一<ー>巻に、あの、一時間十分かかって、合計十巻で、十時間半ぐらいかかったんですよ。おらんよ、そんな人。俺、マジで、本当に、びょ、なんかブツぶつで、そう、体に。もう、じっとしても無理だから。でも、なんか。 細部ままで読まないとかの見開きじゃないですかのこの真ん中らへん読むのとかめっちゃきついじゃないですかそんなねしかも例えば「ゴー」って書いてあったらそのちっちゃい「方がたくさんあるじゃないですかその下まで読んでるんす俺「ゴー」みたいなまで読まないといけないのかなみたいなのもあるしノリで言っていいとこあるからちなみに「ワンピース」を読んだんですけどもめちゃくちゃ楽しかった楽しは楽しかった楽しかっただからもう常識系はいけてるからでもあの僕が1巻から10巻貸したんですけど普通ね早くちょっと11巻貸して1一巻から貸してよとかなりそうなのにあの 一回も言われてないですね全然気が向いてからで俺「s l スラムダンクも先輩に絶対読めって言われて「無理なんでアニメで見ます」ってアニメのだいぶ序盤で練習試合に行くシーンがあるんですけどそこの電車の中のシーンで僕終わりましたんてこれから楽しくなるなぜかそこで終わりいよ。ただ今日はもう聞いたことも絶対あるんじゃないあるって俺も常識ぐらい持ってるから漫画の今日「進撃の巨人」から持ってきましたああ大きいやつねお あの巨人という情報だけで行くのやめてもらっていいですか？おっきいおきいゴキブリね。し大きいゴキブリじゃそれテラフォーマーズなんで。あ, <ー S 1> <laughs> あの漫画違いますよ。わざとわざ<の>巨,人巨人の話なんで。巨人テラテラフォーマーズね。まあまあまあ、まあ、進撃の巨人まあよしのた名作もう完結もしておりますけども。よしのがあれ三番打ってて四番が江藤と時とかじゃない？進撃の巨人。うん、それ前世紀の巨人ね。<laughs> え何の話？進撃の巨人ね。 俺が言ってるの。漫画ですか漫画。あ、漫画今日漫画なんや。その巨人とかの話しちゃった後に、そのジャイアンツの話はもう無理でしょ。進撃の巨人ね。主人公、エレン・イエーガー。エレン・イエーガー。これがあの巨人がもう当たり前にこう住んでる世界なんですよ。はい。まあそのために。え、イエーガーイエーガー。飲み物はイエーガーあるよね。イエーガー。テキーラと一緒です。オッ でその街にこうでっかい壁があって、はい、巨人がもう入っててれないよううにしてるんですね、うん、もう外にいるから巨人がいっぱいはいでそこで巨人が入ってこれないようにしてたんですけど超大型巨人というのが現れまして大型巨人ってすごくないなんか大型の大型ってだからえぐいね腹痛が痛いみたいな2回言ってるうう同じことそうそうでとんでもないだからその壁を絶対越えてくる巨人なんていなかったのに、はい、それを越えてくる巨人が現れちゃう。めっちゃ強いと めっちゃ強い。ウルトラマンも勝てる。ウルトラマンも勝てる。ええー。なんでウルトラマン、な、何それちょっと邪魔せんでくれウルトラマンもでかいよ。ウルでかいけど、それバーンってこうでで、で、壁をね、うバーンって取っちゃったのよ。うん、そしたらもう外の巨人たちにガーンってってきて、街が大パニック。はい、そこで、 あの調査兵団という巨人と戦う立体機動装置っていうのをつけて巨人と戦う兵隊たちがいるんですねその町の世界街町を救う町を救う兵隊がいるんですもうそこも対応してるんだけどもうやっぱ巨人は強い,はい、はい、ってなってそこでねエレンのお母さんがね巨人に食べられちゃうんですねあらこれなんですよはいまあこれこそがエレイ・イーガーがその調査兵団に 入ろうと思っったきっかけでもあり絶対に復讐してやるんだと、はい、巨人をっていうのであるんですけどはい、はい、この時のエレンの決意の言葉、はい、これを今日はちょっとね新たに出したいなあそこねしてかりますよねもう超名刺ですもうしかもなんなら1話ですよ、うん、もう言ってしまえば、うん、そっから危ない1話なんてもう。 生きてるだけで目に入ることなんてたくさんあるんだから、そのもう最後にこうね、ミカサっていうね、エレンと一緒に調剤台に入る女の子がいる。ホークスの G.M. じゃないですね。違います。ミカサじゃないですね。違います。違いますね。漢字じゃないんで、こっちのミカサは。すみませんミカサはカタカナなんです。はい。そこでミカサにも、ミカサにたけつ、も涙を流しながら、はい。多分ワードは聞いたことあるんじゃない。あるよもう頭浮かんでるもん。 もう,いけるもういけるじゃんだからその周りの,その状況とかさ文字数とかもだかどこまで言ったらいいかみたいなのもあるし俺ああ<ー>どこまで言ったらいいかい,いやいやもうその時の名シーンなんでもういいですよだか全然全然全然いいよ俺も別に言ってもいいけど <laughs>、うん、どこまで言ったらいいのかなっていうのはいやどこまでも何もない、ね、その時のセリフや長文のやつってこと長文のやつこそこ削ってその中だけとか言うパターンもある <laughs> 名言をクイズにしてんやるからなんで削る必要があるだか,だからまあじゃああれだけ教えようか五感だけうん だ、似たようなシーンがあるからどこらへんからっていう。またそれもあるかもしれないね。じゃあそれだけ教えるわ。多分それでもこの響き聞いたら絶対わかると思う。たたたたた、たたたたた、たたたたたた。これノーヒントです。それ。たたた。それ何文字かもわからないし。これぐらいです。だけどあれでしょ。母親を食べられて、俺は絶対復讐するんだと。まあ巨人に対する言葉もうこれヒント。いや巨人に対する言葉で俺もずっとそう思ってました。じゃあもういける。巨人に対する言葉でしょ。オッケーもう全然いける。じゃあ。 お願いします。いきます。はい。いいんです。もう言っていいんです。誰が、え、お前さ、そう、わかってないならわかってて、お願いしますって言うたやん。どうぞとか、お願いしますやお願いします言うてくれんと。お願いします。はい。おい、巨人。食い物か。 この世のすべてはそこに置いてきた。ふざけんなよ、お前。これでお願いします、まあ。いや、これでお願いしますじゃないですか。<laughs> これでまずい、一発目お願いします。いやいやいや、一発目とか、ね。どうですか何回もチャンスないし、あの、追い巨人の時点でもう、ふざけんなって言いたかった <laughs>。そっちじゃない、そっちじゃないってことね。そんなさ、進撃の巨人言うてもその言葉遣いとかおしゃれな漫画よ。そっちじゃないってことね。そんな、追い巨人。じゃあ、でも最初だけたったたったの、最初だけ教えればいいやん、じゃあ。 え、分からんってことじゃ、もう分からんでいいよ、もういいよ、俺も分からんでいいよ、分からんなら、分からんって言え。分からんことって、恥ずかしいことじゃないじゃないですか。ただ、この前俺分かってるから。これ、もう行くよ。いや、一発目言ってみり、例えば。じゃ、もう一発目、タたタただとこね。もう駆逐してやる。これ聞いたことあるやろ。それね俺何個か出てたから。駆逐してやる。駆逐されたら、嫌だろなになに、それ。 そんな人があんな大ヒット漫画描けると巨人に対して「して駆逐してやる」「お前嫌だろ駆逐されたら」っていうね <laughs> 名言で言迷った言葉前名言ですよねいやいやいいい違いますよ決意の言葉なんで決意ってもうアクアタイムしか出てこんも決意の朝にねそれはじゃあもう最後最後もうちょっと頼む最後そのあとまでっと言ってしまえばいいやんもうその言ってしまったら終わるやろもったいぶらんでじゃあだ駆逐してやるでその途中まで駆逐してやるやこの世からほらこの世やってるやん この世からお前らがじゃないっちゃそれじゃないっちゃね駆逐してやるちょっと待ってもうこれ当てれんかった俺もうマジホ駆逐してやるこの世からお前らすべてを駆逐してやるそんなさなんで繰り返すん邪魔まやった邪魔まりとかじゃないのよ字あまりどころの話じゃない正解駆逐してやるこの世から一匹残らず

いや、だから、俺ね、ちょっと、いい、もう、一つ、一つ言っていいですか。その、しあなただって、読んだことない漫画ありますもんね。ニュースあるよ。他にも。俺、その、進撃の巨人、読んだことないんだ、よい、ない。じゃ、読んだことある漫画、言ってみやじゃ。魔女あるって。だけ、メジャーね、それ。メジャー。俺らんのよ、メジャーのこと、アルファベット。進撃の巨人、申し訳ないけど、A 出てきてないから、俺、今、頭。そうや。まっく。話、大たの、分かる。まったく。ええ。テラフォーマーズも、が出てきてる今。

いやーもう今日も惜しかったらでも惜しくねえよ俺嫌なんよね俺この常識漫画クイズあな、うん、たが散々間違えた後に俺があの本当の答え言うとなんか変な空気何真面目にやってんのみたいな何の,のよでも俺言われたよ友達らお前あれ嘘やろ」みたいなボケでやってる,よみ,たってるよみたいな言われたけどそれはね本当に今,今のところ絶対知らないですしいやだから俺も逆にもうちょっと今度当てる回もやっぱやってていやそうよいやだからコアなとこ行きすぎや今分かりました <laughs> ほら分かってないよいや怖い いや分かってないやんだって女性スタッフさんがいや女性は確かに見てない人多いかもしれんけどあ性別で分けるんだええ原さんって性別で分ける人なんだよマン好き嫌いあるからえ時代の流れとか知ってる知ってるけど男性が好みの漫画とかあるから読んでないってよでもいや読んでほしいわ悪いってこと女性スタッフいや終わりよしい終わりとかいいよあほらほら寒そうもう寒くなってきて何で寒そうの もうちょっとまあこれからもやるわじゃあもう定期的にはい、はい、以上常識漫画クイズでしたキンングオオブレディオントランジットのどこでもラウンジエンディングでございますありがとうございましたま今日もちょっとたっぷりなね、はいえー、30分でございましたけど、はいまあ、今になってまたあのチャラオイラついてきたらなんか <laughs> ななんで間違えるマジ妹と姉ちゃん腹立つそれ間違えられたくないみたいな姉妹の中のね<う>やり取りみたいなあります、ね、ふざけんねん 姉ちゃん嬉しかったやろうけど、<laughs> 確かにね。ね姉ちゃんからしたらそんなでこうタイプの人に、そう,う下に見られて、ね妹やって言われて。えー <laughs> まあざけんじゃねえよ皆さんから募集しておりますんで、はい、今後も送ってください怒りのメールよろしくお願いしますあとあのハレルヤチャンスもね、はい、あのぜひ送っていただきたいんでよろしくお願いいたしますメールアドレスは KOR アットマーク RKBR.JPKOR アットマーク RKBR.JP でございます全部小文字になっておりますのでねぜひ送ってください、はい、そして RKB ラジオ「ハッシュタグキューパレ こちらのキングオブレディオも毎週水曜19時から我々のね、ポッドキャストのあの、どこ、えー、どこでもラウンジと、はい、えー、インクルージョンさんと、 えと太宰が3組でやってますんで、はい、そちらもぜひ聞いてくださいそしてこのメールアドレスも一緒でございますんで、はい、さっきの k o r ク r k b r j p にそっちらメールも送ってくださいよろしくお願いいたします、はい、そして12月28日なんですがこちらのライブスタンドのね出演枠争奪バトルライブがございますので、はい、お客様は審査員でございますので18時半から開演でございますそちら劇場にぜひ遊びに来てくださいはい告知は以上でございますは,いそれでは 今日もね皆様30分間お付き合いありがとうございましたトトのね、えー、買いすぎには気をつけてくださいそれでは、はい、また来週ええー、あのお大きい魚がたくさん攻めてきたいやお前それ進撃の魚人やないかいねえねえダザイって知ってるダザイあダザイ治めのこと じゃあ、太宰府天満宮のことーその太宰でもなくてえー、それ以外に太宰なって聞いたことないしうん福岡吉本芸人で一番の注目株の太宰だよ美女も最高ネタも面白いあ気になる太宰の「危ないトゥナイト」「聞かないとそう、ごはん」お父さん